はい、メッチチャンネルです、抹茶っていう感じで、あの次ちょっとドラゴンフラッグちょっとチャレンジしようかなと思ってますね。ドラゴンフラッグといえばあのブルースリーですね、やってましたよね。あれ憧れてちょっとやろうかなと思ってるんですよね。このちょっとマッチョ的にちょっとやろうかなと思って、ちょっとあのね、前ちょっとできたかもわからんけど、ちょっと改めてちょっとやろうかなと。下手やったらごめんなさい、頑張ります、マッチョ。ではちょっとドラゴンフラッグやっていきますね。いけんかな、ちょっといきます。まずこうっすね、頭んとこ手つきますね、これ持ちますね、いきます、いきよし、うん、伸ばします、こぼろしていきますね、戻ります、ここも汚いですね、もう一回いきますね、あと1回これえぐいで、これこれ、ここのめっちゃ筋肉痛い、ここいよ、腹筋よりここのが痛いと思う。ああった、僕ちょっとフォーム悪いですね。な感じでドラゴンフラッグってやってみたんですけど、やっぱフォームが綺麗にできないっていうありますね。僕多分まだまだあの期待足りないっていうのがあるんで、まだ今の僕の状況やったらまだまだ練習しないと、あの腹筋より ここが来たって感じですね。こう持った時にここがすっごい痛かったんで、腹筋に効く運動じゃないですかドラゴンフラッグって。ここに来てる時点でまだあのお腹に意識が足りてないって思いましたね。僕にはまだレベルが高いって思いました。これもちょっとあのこのね、休みの時はガンガンやっていこうと、母言ってますわ、いこうかなと思ってます。めちゃねしゃ、チャンネル登録、グッドボタンですね、マッスルよろしくお願いします。めちゃねしゃ。